霊勢ため村は、江戸時代中期の苦行、歌人、県大納言、霊勢ためひの子。家には、二位、県大納言、上霊勢家十五代当主、上霊勢家中高の祖とされている。歌人としてのみならず、茶の湯もたしなみ、自作の茶尺や竹花入れなどが現存している。教法五年九歳で喧腹。その後は累進して、 原文3年1月13位に除されて苦行に列死、延教元年8月3位、関延3年1月県中納言に任じられた。法暦2年2月12位、法暦7年11月25日民部教に任じられた。法暦8年12月正2位に除され、法暦9年10月県大納言に至るが、法暦10年2月これを辞し、明和7年2月出家した。 教法六年霊元上皇から、古今伝授を受けた。霊元天皇の直天の添削を受けた、折り紙読み草が存在する。カラスマ三や三条西君吉中野院通美にも支持し、石野博道、小沢露安、八代広方等多数の門人を要した。歌集に、霊勢田村教科集、霊勢余る歴、家論書に、勝布問答、聞き書きに、 宮部吉政の吉政聞き書きがある。ありがとうございます。